皆さんのデュエルは見せていただきました。未来に希望などないのです。あるのは絶望だけ。アーククレイドルを動かしている太陽ギアは私と連動している。他に太陽ギアは止まりません。私は次回以降特殊召喚。さらに天使族モンスターをアドバンス召喚するとき、このカードを2体分のリリースとすることができる。私は次回以降リリースし、次回神明太陽を召喚。私はカードを1枚伏せてターンを動かす。いった！アナウンス！ペンデュラム効果を発動します！不意になるペンデュラムゾーンにペンデュラムカードが置かれたとき、カードを1枚加わりいたします。ライトフェニックスを。さらにシムダーからレベル5エンタメイトドロップギロップ、エンタメイトシルバークロー。ドロップギロップはペンデュラム召喚したエンタメイトを数だけドローできる。そして自分フィールドにレベル5以上のモンスターがいるとき、ドロップギャロップのレベルを1から4にできる。ドロップギャロップをレベル4に。最後はレベル4のラックディーラーのカードなどでオーバーレイ。エクシーズ召喚ダークリベリオンエクシーズドローン。メタリオンが破壊されず戦闘ダメージをゼロにする。何？さらにメタリオンがバトルしたことによりフィールドから手札に戻ったカード1枚につき300ポイントのダメージを与える。カード1枚引き、ターンエンド。私のカード次回締めたいようは私のスタンバイフェーズにデッキに戻す。私は永続からって虚無界暗影を発動。このカードは自分フィールドにモンスターがいないときレベル10以上のモンスターをリリースなしで召喚できる。ただしそのモンスターの攻撃力はゼロになる。現れる自家人ミチオ。このカードでバトルした時相手のライフポイントを完全に。トラップ発動エンタメイトシグナル。1枚ドローして墓地に送る。それがエンタメイトだ場合相手の攻撃を無効にする。ドロー。よし、俺はエンタメイトソードフィッシュを墓地へ送る。カードを1枚伏せるターンエンド。俺のターン、ドロー。ペンデュラム召喚、来い俺のモンスターだぜ。で、エンタメイトエルプリンセス。そして手札からエンタメイトニューゴーレム。メイトニューゴーレムがペンデュラム召喚に成功したターン、このカードと素材となるモンスターを墓地に送り融合召喚できる。闇を照らすキャイロの眼、異なるキャイロの眼と一つとなり新たな道を指し示せ。融合召喚現れろ。スターベノムフュージョンドラゴン。レベル5以上の相手モンスター1体の効果を無効にし、その効果を得る。手札からトラップ発動。
除去口の削除。私への戦闘ダメージをゼロにする。500ポイントのダメージを与える。私のターン。理解し神運の特殊召喚。理解し神運が戦闘となったら、大トロモンスターを連れてデッキを戻し、戻ったモンスターに対し500ポイントのダメージを与える。俺が引いたのはエタメイト、レインゴット。このカードを墓地に送ることで効果ダメージを無効にする。俺のターン。マジックカード、ペンデュラムストーム。このカードはペンデュラムゾーンのカードを全て破壊して発動します。まずはペンデュラムストームの効果で相手フィールドのマジック、トラップカードを1枚破壊しましょう。そして私はトラップカードトムカイアニーを墓地に送ることです。永続トラップ無限化マインソフを発動。手札のレベル10以上のモンスターを特殊召喚でき、ただしこの時自分のモンスターの攻撃力は全てゼロになる。俺はカードを1枚捨ててターンエンド。私のターン。ラインソフでもう一つの効果があります。このカードは自分フィールドに表側表示で存在するとき、次回神の召喚を行えない効果を無効にする。よって次回神がフィールドに行けば他のモンスターを召喚可能となる。何？私は次回神ザキオンを特殊召喚。アンライオン。次回神三大王のバトルした時、相手に4000ポイントのダメージを与える。継続プラスエタメイトリンテルバー。このカードは相手モンスターのダイレクトアタックを無効にして発動する。そして自分のデッキから攻撃力800以下のエンタメイト1体を効果を無効にして特殊召喚できる。エンタメイトひっくり返る。次回神ラピオンはバトルを行った時、相手フィールドのマジックトラップカードを全てデッキに戻す。俺のターン。イクマンの剣士を貫き、闇に葬る呪われし反逆の槍降臨せよ。エクシーズ召喚現れろ。ラッシュにパートナーズハーストジャベリン。オーバーレイユニットを1つ使い、フィールドのモンスター1体の効果を無効にして、この攻撃力をゼロにする。俺はこれでターンエンド。私のターン。この瞬間、次回神ザピオンの効果を発動。このカードがフィールドを離れたとき、私は手札が5枚になるようにカードをドローする。私の手札は1枚。よってデッキからカードを4枚ドロー。次回神ガブリオン。次回神ラツヨン。次回神サビオン。私は再び無限界ラインソフの効果による次回神ハイロン。
星読みの魔術師に再び登場願いましょう。オッドアイズエンデラドドラゴン。エンタメとトラップガールはエンデラドモンスターを素材に融合召喚できる。これはトランプガールとオートアイズペンデュラムドラゴンを融合。闇を照らす二色のマナコ、異なる二色のマナコの一つとなり、新たな道を指し示せ。融合召喚、現れろスターブベムフュージョンドラゴン。二色のマナコの竜よ、毒も竜と一つになり、波動へ導く力となれ。融合召喚、現れろレベル10、慈愛の玉環輝きし竜、パオキ竜オトアイズベノムドラゴン。パオキ竜オトアイズベノムドラゴンの効果発動。エンドフェイズまでアーケフィールドに存在するモンスターの攻撃力の合計分、攻撃力をアップする。俺はオートアイズベノムドラゴンでホワイテッドヘルアーマゲドンを攻撃。僕は私の僕は佐藤